はいどうも皆さんこんにちは、こんばんは、ミヒトです。今回は黒猫のウィズデーモンズブレイダーやっていきたいと思います。最初に出てこうです。で今回のキーキャラクター太陽とサマーユッカエンデさん、アタッカーです。唯一のアタッカーです。彼女の、アンサースキルとこのスペシャルスキルがなかなか今回のダンジョンに持ってこいかなということで、連れてきました。4ターンで発動できるスキル、しかも全体にやばいスキルですよ。で、回復役の、リラさんですね、彼女はジャンルパネル、スペシャルスキルの方でジャンルパネルを水属性にできるので連れてきてます。で、昔の限定ですね、アーシャ・ベネットさん、回復しつつ、スペシャルスキルで相手の攻撃を遅延します。で次ルドビカロアさん、これは僕結構使うんですけども、ステータスアップ、味方全体の攻撃力を上げますとスペシャルスキルでなので入れております。次の、L2L 進化待ってます。で、クリネア・マキアさん、彼女は、ルドビカさんの、攻撃力じゃなくて体力バージョンです。体力を上げるために連れてきております。状態異常回復はないですが、これでやっていきたいと思います。今日も楽しくゲーム実況、プレイは大胆かつ慎重、プリーズサブスクライブランデブーミヒトチャンネル。はい、じゃあやっていきましょう。まず1戦目、1戦目からも倒す順番っていうのがありまして、右と真ん中の2人が、スキルチェイン解除してくるのでちゃちゃっと倒しましょう。チェイン解除されると火力が出ないというか、アンサースキルが発動しないキャラクターが僕のところには今1人いるので、ちょっと最悪ですね。理系しかない。ルナ計画は対応じゃなくて好きですね。危ねえ危ねえ、一瞬間違えるとこだった。で、これで、予備を考えてスキルで遅延をしましょう。1回攻撃してきた後、次の攻撃がチェイン解除です。あ、攻撃力アップだ。まあいいでしょう。理系。変化の様子を分かりやすくするグラフジョン。天道士、天道士、帯じゃないね。俺戦ですね。危ないですね。あ、アンサースキルが発動してないので倒せなかったな。やばいです。全部2色なんで、問題の難易度が少し上がってるんだよな。体力だけ上げておこう。で、まあ文系で。わからん。石川県か？石川県！危ねえよ。アニメゲームありがとうございます。麦わらチェイス。これはワンピースですね。第一戦はまあ、これで突破ですね。これで、ルドビカさんも溜まりました。ルドビカさんが溜まったらいい感じですね、これは。ルドビカさんのスキルを使っていきましょう。第二戦開始です。敵の先制コード、スキル反射再起とダメージブロックで、ルドビカさんは、攻撃力を上げるので1000上げましょう。全員の攻撃力が1000上がりまして、はい、真ん中のやつをターゲットしつつ、サマー、スイカ割りを始めます。スイカ割りとは、敵が消えていきましたが、初めてで使ったけどえげつないですね。じゃあ3戦目いきましょうか。ちょっとスキルがあれですが、右側が、鉄壁しつつ左側は、注意と、めんどくさいです。まず最初に右側のやつを遅延しておきましょう。右側のやつと左側のやつの攻撃力がまあまあえげつないんで、真ん中のやつはちゃちゃっと倒せますというか、ちゃちゃっと倒していかないといけない。雷属性の敵さんを力ダメした後にバシコーッと来るから、よくやめてくださいですよね。この計算は間違えられないですね。マイナス、オッケーです。あとはもう右側のやつをちゃちゃっと倒すだけですね。アニメゲーム来てくれたのはいいんですけどね、たまにわからないネタとか出される誰だからね。この人物を名乗った人の、ね、伊達さんだっけ？だよね、伊達さんだよね。伊達さんでよかった。もうちょっと5秒以内に正解しないとあれなんですけど、死ぬね、これね。これは死にたくないので、体力の上限を上げまして、体力も回復します。で、その後、ジャンルパネルで水を作りましょう。あー、いいね、アニメゲーム。これ正解しましょう。これはストリートファイターですね。
はい、これによって全員のスキルが、1チャージされます。で、いい感じになってるんじゃないかなと。オケリー系水属性来てくれるの嬉しいけど、わからない問題だった時がな、特に理系と英語。死体の中央、眉眉間ですね。オッケー、今のところ間違ってはないか。文系、ゆっかさんもスキル溜まったし、次ぶちかませそうですね。これはもうわかりません。カリフォルニアじゃないですね、カムチャッカ半島でした。オッケー、理系、ここ間違えられないですよ。病院である患者に対して、これは主治医ですね。多分これじゃ倒せないから、あと1回殴らないとダメかな。あーですね、あと1回殴るといい感じかな。オッケー、雑学が来てくれました。これはせんべい座布団。はい、これで、3フラメ突破なので、次がボス戦になります。ボス戦ももちろんぶちかましていきましょう。いい感じにルドビカさんがたまりました。すごいねーって言われました。イエイ。はい、じゃあラストバトルやっていきましょう。夏はいいよねスイカ割りで敵をぶちのめすのはどうかと思うが、さあラストです。で、ラストなんですけど、左側のやつはスキル反射持ってないので遅延が効きます。ということで遅延しておきましょう。絶対に負けたくないの。はい、で、真ん中のやつをターゲッティングして、先ほど2ターン目に使った2フロア目にですね、2フロア目に使ったやつ使っていきましょう。スイカ割りを始めます。右側のやつ死んだし、ですね、右側のやつはまあこれで死んだからいいんですけど、真ん中のボスが体力を 40% くらいまで減らすとブチ切れて攻撃力が2倍になるんですよ。それは左にいるフォロワーにも反映されるんで、ちゃっちゃっと倒さなければいけない。一応パネルは水がいっぱい来てくれてるのでいいんですけど、グレードですね、これは。で、ステータスというか体力回復も右側に2人いるんで残滅になります。500がもういっぱい、大丈夫、これくらいは大丈夫。ここを使っとく、使わなくてもいいけど使っておきましょうか。少しでも耐久力を上げると。で、これで、上の2問が正解率高いので、じゃあ英語、これ文系どっちがいいかな。まあどっちでもいいか、どっちでもいいか。英語、エンパイア、これは帝国ですね。左側のやつはちょっとこのパーティーだとダメージブロックを貫通できるほどの火力を出せないので、今のステータスアップですね。あ、ちょうどいい感じで、左側のやつダメージブロックが消えました。ちゃちゃっと倒しましょう。ここで倒せなかった場合めちゃくちゃめんどくさいです。死ぬかもしれない。 EU、 これはヨーロッパ連合。 OK ですね。あとは真ん中のやつが4ターンの間、だいたい毎ターン3000ずつダメージくれるんですけど、これ大丈夫かな。じゃあなしやね、雑学。好きやが何満足、日本、あ、一本満足バーだ。 CM やってたやつだ、頭から消えてた。死ぬかもしれない。これはちょっとルドビカさんのスキルで、もうこれ以上攻撃力が上がらないですけど回復しましょう。で、右下の雑学いきますか。キツネの読み、これは雨が降るんですね。いいよいいよ、これでユッカさんが溜まりました。またスイカ割りするかい、しましょうか。では今からスイカ割りを始めます。スイカ割りを始めます。なあ、倒せんかったか、さすがに倒せんか。じゃあ左下の計算しか簡単な問題がないので、これでやっていきましょうか。これは1ですね。これで突破はできないか。水、水、やばいですね。アニメゲーム、これ正解しないとやばいですよ。ラブやん、天使か、これ天使か、ラブだもんね、愛の天使ってやつですか。まあどうでもいいか。OK です、クリアです。楽しみ、やったね。いや、まあ面倒くさいところというと、3戦目のあの雷属性モンスターとラストのあいつですね、全問正解、あー間違えたもんね。はい、というわけで、クリア成績1問だけ間違えた。あとはもう言うことなしですわ。
ご視聴ありがとうございました。今回の動画は楽しんでいただけたでしょうか。コメント、高評価、チャンネル登録、リクエストの方お待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。